村松公式 LINE アットに登録した方限定でシステム無料で配布しています。本気でバイナリーで稼ぎたい方は登録お願いします。こんにちは、投資家村松です。本日は先週の予想と取引結果ということで始めようと思います。3月も始まりまして、2月からですね、まあコロナだとか、まあそういった影響でちょっと相場は荒れがちっていうようなお話をしたと思うんですけど、その3月に入ってみてどのような予想になったのかっていうその結果も踏まえて楽しみに見ていただければと思います。それではこちらが3月の1週目、2日から6日の予想となります。まあ陰線の方は見ていただけても分かるように、まあ時間帯に応じて、まあ通貨ペア時代の勝率もですね、まちまちで、まあ高いものでいったら 85% あったりとか、まあ低いものでも 56% とかありますので、まあ 85% の通貨ペアに関しては、サインでもアゲインでもなかなかね勝率の方は高かったので、まあ積極的にエントリーしていこうかなっていうような形となっております。ただ時間帯に応じて、まあ時間帯で言えば 51%、50% とかマイナスの時間帯もありますので、そこに関してはもちろんね、いつものようにアゲインで取引の方をしております。それではこちらが結果です。まあ全体的に勝率はですね、まあ悪い方向ではなかったのかなというふうに思います。ただまあ、エントリーをね、増やすほどでもないかなっていうふうに思いました。まあ陽線の方ではしっかりとエントリーできていましたので、まあ陰線に関しましてはこのような感じで、まあなのでちょっと夕方ぐらいから夜深夜とかやってる方に関しては陰線でのトレードは少なかったのかなっていうふうに思います。それでは続いて詳細の方に参りたいと思います。おすすめ8通貨のみで言えば131戦76勝、勝率で言えば 58%、 カンニングシートありで言えば29戦17勝、勝率で言えば 58% とプラスマイナス 0% というような結果になりました。で、勝率 58% っていうのは、まあ損益分岐点は一応ね超えてきてはいますけど、これだったらちょっとまあシートありと、おすすめ8通貨のみでも勝率同じですので、それならエントリー回数が多いおすすめ8通貨のみの方が強かったというような印象になります。まあなので今回の週に関してはちょっとまあ予想はね、残念な結果になってしまったのかなっていうふうに思います。まあそこはしっかりと反省点を踏まえて翌週からの予想につなげていきたいなっていうふうに思っております。それでは続いて陽線の予想となります。陽線はまあしっかりと見ていただけたらわかるように、陰線よりもかなりエントリー数の方は多いイメージです。なおかつ、まあ、サインプラスアゲインというちょっとリスクを背負ったような取引なんですけど、こちらも結構ねトレードの方しております。まあその時間帯で言えば 何時から何時が一番多いのかって言ったら18時から21時の間、この時間帯はね勝率 76% と非常に高いので、まあサインでもいいし、ただ通貨ペアによってはアゲインでの取引が結構強かったんですね。まあ全体での勝率でいても 72% と非常に強かったので、アゲインもここはやりたいなっていうような印象です。なので3時から6時で言えば、勝率 50% と、マイナスになってしまっていますので、この時間帯で言えば、しっかりとアゲインを中心にトレードをしていきます。それではこちらが結果です。アゲイン中心にやるということで、ちょっとエントリー数の方はね、また夕方からの時間帯少なくなってしまったんですけど、先ほど陰線でトレードできなかった分を勝率でカバーできているのかなっていうふうに思います。まあ24時から3時で言えば4戦4勝、21時から21時4時で言えば4戦3勝、3時から6時で言えばまあ1戦1勝ですが、まあ18時から21時で言えば2戦2勝と、かなり勝率の方は高いです。まあこの時間帯アゲインに絞るということで、かなり勝率はね高くなっております。その代わりエントリー回数は少なくなってしまっていますが、まあそこはしっかりと資金管理をして、勝率さえ高ければ着実に利益の方は増やしていくことが可能となります。それでは続きまして詳細の方に移りたいと思います。おすすめ8通貨のみで言えば127戦80勝、勝率で言えば 63%、カンニングシートありで言えば32戦26勝、勝率で言えば 81% とプラス 18% アップすることができております。先ほどの陰線が、おすすめ8通貨のみもシートありも 58% という勝率だったので、まあ今週に関しては、陽線の方が強かったなというような印象です。で、陰線陽線で強い週っていうのは結構異なるんですけど、
陽線が強い週っていうのは翌週も結構陽線が強かったりとかっていう風になったりします。でどん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 確率っていうのは収束していって、まあ陰線が強くなったり陽線が強くなったりとかってするんですけど、まあ来週に関しても陽線の方が強くなるかなっていうようなイメージです。これまでの統計通りでいくとそのような感じになります。なので、まあ、陽線を中心にトレードしていくという、まあ、すごいシンプルな考え方で、トレードを進めていけばいいのではないでしょうか。それでは今週のカンニングシートを公開いたします。3月第1週、3月の一番初めの週なので、まあ、しっかりとトレードに向き合っていただきたいなというふうに思います。初めが一番肝心だと思ってください。それではこちらが、3月の第1週のカンニングシートとなります。で、まあ、結構ご指摘とかいただくんですけど、まあ、YouTube での公開っていうのは少しずらしております。それはもちろんこのクラブ生っていうのは、カンニングシートをね、一番新しいものを受け取ることはできておりますけど、まあ、そこで、YouTube で公開してしまったらそのクラブに入る意味っていうのがなくなってしまいますよね。なのでこの YouTube っていうのはどのように活用していくかって言ったら、まあ、自分の予想は、当たっていたかなっていうような復習目的として、活用していただければと思います。それでは続きまして来週の予想です。来週の一戦はこのような予想となっております。結構まあサインがあったり、サインとアゲインが同じ時間帯であったりとか、結構ね予想は難しかったかなっていうふうに思います。この時間帯で言えばサインしかやらないとか、アゲインしかやらないっていう、まあ、選択もねもちろんいいんですけど、ちょっと今回に関しては結構高度なやり方となっております。まあ、ユーロドルっていう通貨ペアはアゲインが強かったりだとか、まあ、ニュージードルはアゲインが強かったりだとか、まあ、時間帯に応じてとか、その1分の1とかいう時間軸を見たりとかして、まあ、そこは複合的に判断をしております。もう少しこのように、多角的に見るっていうことを意識してカンニングシートは作っていただければと思います。では続いて陽線です。陽線の方は先ほどの陰線に比べたら非常にシンプルだと思います。この時間帯、例えば 42%、46%、44% っていう時間帯がありますよね。15時から18時と21時から24時と24時から3時、この3つはね 50% を下回って、なおかつ 40% 台っていう非常に弱い時間帯っていうようなやつです。なのでこの時間帯に関しては、アゲインのみであるっていう、まあ50% を下回った時っていうのはアゲインのみでやるとか、62、3% 以上あれば、まあ、サインのみでやるとか、まあ、そういうね指標があると分かりやすいんですけど、例えば 55% とか 54% とか損益分岐点は少し超えてきてるけどなっていうような時間帯に関しては、サインでやるのかアゲインでやるのかっていうことはしっかりとあの通貨ペアの時間軸を見たり、アゲインの勝率を見たりとかして、先ほども申し上げたように多角的にやるっていうことを意識してください。それではワンポイントアドバイスです。俺はまだ負けていない。まあ他の、サインツールを販売している方、例えばまあトレーダーさんなのか投資家なのかわからないですし、おそらくまあ一括りにして商材屋っていうような、言い方をしますが、その商材屋さんっていうのは多分サインツールだけで勝てますとかっていうような言い方をしてると思うんですね。サインツールだけで勝率 60% ですよとか 70% ですよ、この時間帯やるだけで1日で何十万円稼げますっていうような言い方をしてると思うんですけど、私の作ったシリウスっていうものは勝つために作っていません。じゃあどういうツールなのかって言ったら、研究用のツールなんですね。ただ一つだけロジックはブレないものがあります。それはこのルールが点灯した時にだけ、サインをつけろっていうような感じです。このルールがしっかりと適用された時に、しっかりと、点灯するように作っております。その一つだけのルールなので、明確にトレードで研究っていうものができるんですね。なので言ってしまえば他のサインツールとかに比べたら、まあ、他のサインツールもね本当に勝率 60% なのか1日で何十万も稼げるのかはわからないですけど、負けることを前提に作ってます。バイナリーっていうのは負けることもあります。勝つ時だけではないです。なのでしっかりとその負けた時にどのように次対応するのか、負けた時にどのように反省をするのか、
を大事にしていきたいなっていうふうに思っております。私はそのような考え方です。バイナリーはね、100% を勝てるようなものではないです。負けることもあるということを意識して、私はサインツールを作っております。なので皆さんにね、無料で提供しているわけなんですけれども、じゃあそれでシリウスで仮にめちゃめちゃ負けてしまいましたと、となっても、こちらのワンポイントアドバイス、俺はまだ負けていないっていうことを意識していただきたいなっていうふうに思います。目の奥に炎を宿して、自分はまだできるっていう、まだ余剰資金が残ってる、この資金があればまだゲームを続けられるっていうような余裕を持ったトレードをしていただきたいなっていうふうに思います。なので資金管理を無視したトレードであったり、メンタルで勝ちたい勝ちたいっていうような気持ちで、エントリー資金を急に上げてしまったりとか、根拠もないトレードなのにマーチンゲールをしてしまったりだとか、そのような愚かなトレードはやめて、しっかりと機械的に淡々と作業化してトレードをしていただければと思います。まあそれだけでしっかりと、稼げるように統計学的にはなっていますので、右肩上がりに資産は増えていくかと思います。なのでこのワンポイントアドバイス、俺はまだ負けていないんだということをしっかりと心の内に秘めてトレードに臨んでいただければと思います。それではこれからも頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。本日も動画のご視聴ありがとうございました。こちらの動画を楽しみに見ていただいている皆様へお知らせなのですが、本気でバイナリーで稼ぎたい、私村松がどんな手法で稼げているのか知りたいという方に向けて、とあるグループへ招待いたしたいと思います。その名も完全紹介制養成講座です。こちらのグループ内では人とのつながりを大事にしております。なのでこの動画をご覧の方しか紹介することはできません。そしてこの講座内では、私村松が稼げている理由を講座でお伝えしていくとともに、使用しているツールを無償で提供しております。世の中には10万20万と高額で販売している方もいますが、私は無償で提供させていただきます。このグループにご興味のある方は、こちらの QR コードを LINE で読み取り、紹介コードをご入力してください。ぜひともご登録の方お待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。